ナイトムーン来た。やっぱり来たんだ。お疲れ様です。ナイトムーン聞こえてるよ。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。いい加減にやめてきたよな。お疲れ様です。内藤くんご無沙汰してます。はい、どうも。内藤くんやめてくださいよ。本当にいい加減。はい。いちいち怒らせないでくださいよ、本当に。うん。内藤くんさっき謝ってきてくれたからいいけど、そこれ何回も続けてるから。それはもう本当、まあ、反省って言葉しかないですね。でもやめた方がいいですよ、本当に。すげえアンチじゃないですか、内藤くんの枠。まあ、アンチの神様ですからね。でこれなんでアンチが溢れるかわかります？内藤くん。わかりますか？え？自分が下のこと言うから。でしょ？ソウルス。いや、僕が下のことを投稿するとかじゃん。からアンチが増えてくるってことは。内藤くんアンチ増やしたいですか？まあ、今日ちょ津山に市にいるから来いって言ってますけど。え？津山に僕いますので。いや、津山にアンチ来いって、って呼んでるってことですかね。そうですね、今。いや、だから、いや、俺は別にそれはいいんだけど、俺が言ってるのは全然違くて、アンチを求めてるわけじゃないんですよね、内藤くんは。求めてないしね。ってないんでしょ。だって、もう方向転換した方がいいっすよ。はい。なんでアンチ、気が かったら、やっぱこう、酒飲んで、こう、裏でなんかこう、管巻いてくからっすよ。しかもだって、俺だって言われなきゃ言われない、言われなきゃ言わないんだ。ああ、はい。それはもう、そう。で、ほんと、西山君の関係者の人には、すいませんって感じで。まあ、でも、そうなるんだったら、最初から言わなきゃいけない。そうなっちゃったら、僕らは。スイッチが入るのはわかんないけど、そのスイッチが入って人のことをディスんのやめた方がいいっすよ。多分何の多分自分に何のメリットもないですよ、それ。まあその通りですね。みんなだってコメントがアンチ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 みたいな感じになっちゃったから、だってもうすげえつまんなくないですか、それやってて。だから人の悪口ちょっと一回もう、じゃあ内藤ちょっとここで約束しましょうよ。1ヶ月間人の悪口言わない放送してやってみてください。あ、1週間で頑張ります。まあ一週間でもいいわ。一週間でもいいわ。一週間でもいいわ。とりあえず一週間でもいいわ。一週間。じゃあ一週間全くですよ。全くですよ。本当に。誰のですよ。誰のもですよ。俺のとかそういうんじゃなくて、こうみんな全員ですよ。全員。はい。の悪口を言わない配信、ちょっと一週間、じゃあ今日から日曜日、次の日曜日までやってみてください。それ。一週間頑張ります。ちょっとやってみてください。どうなるか見物ですよ、それ。内藤くん。一週間やりますね。一週間。最近だったら佐々木さんとか俺とかね。ああ、ね。で、そういうのを全く言わない放送平和放送じゃあ一週間ちょっとやってみてください。はい。一週間。もう一本飲んじゃおうかな。え？もう一杯飲もうかなって。いや、のんきだよな、内藤君。てか、内藤君、その悪口言わなきゃいいんですよ。悪口言ったつもりなくて、たまたまなんか喋っちゃったことが、放送中っていうのが分かってなくて。人間って言っていいことと言っちゃいけないことってあるじゃないですか。それ言われたら。それが、俺が自殺未遂した話とかね。うん。それを面白おかしく人に言うってどうなんですか？うん。しかもみんな実家住んでねえし、あいつの実家なんてすぐにわかるよみたいな。とミューズに言ってたでしょ？俺怒られてきたから見てます。今実家じゃねえし。うん。そういうことをね、いつの話、何の話をしてんのかもう全然わかんない。なんだ今の。だからそれで、そういうことを、だから言わない方がいいですって言うんですよ。余計な変態枠だけだから。そうだね。内藤くん近いな。